はい、それでは最後で今日の最後なんですけども、第 1.5.2 節の行列の情報に進みたいと思います。教科書は19ページです。で、今ここでですね、その行列の、足し算とスカラー倍を定義したんですけれども、じゃあ掛け算をどうやって定義するかというのは問題になります。で、それはどうやったらその行列の意味のある掛け算っていうのを定義できるかということと関わってくるわけですね。で、ちなみにですね、これ、二次行列の積の定義はこういうふうになっているんですけれども、これどういうふうになっているかっていうと、その最初の左側の行列のこの AB と、それから1行目の AB と、それから右側の行列の第1列の EG っていうのを使って、AE プラス BG っていうのを、こう、成分、1行1列の成分に持つような、こういう形で行列の積っていうのを定義するんですが、じゃあなんでこんな、一体こんな定義をするのかというのをちょっと見ていきたいと思います。で、ここで考えるのは、その連立一次方程式とですね、この二次行列をちょっと対応つけて考えてみることにしましょう。と、例えば、こういう連立一次方程式があったときに、例えばこの axby とか cxdy といったこの x と y の係数をですね、同じ位置関係でこう並べて行列に表すことにします。で、右側のにも連立一次方程式がありますが、この係数 EFGH を同じように並べて、こう、係数行列にすることにします。で、この時に、この2つの連立一次方程式っていうのは実は互いに関係がありまして、どういうことかっていうと、まず、この左の方程式を解いて、xy を求めますと。で、それを今度はここの右の方程式の右辺に持ってきますと。そうすると、で、この方程式、右の方程式を解いて、ラージ x とラージ y を求めますと。まあ、こういう2段階で、こう、連立一次方程式を解くような状況を考えてみましょう。で、この2段階で解いている連立一次方程式を、その一辺に解きたいと。そういう時にはどうすればいいんでしょうということを考えるわけです。そこで、まず、思いつくのはですね、この右側の方程式ですね。右側の方程式見ますと、この x イコールこれこれ、y イコールこれこれっていうふうに書かれていますので、この x と y をこの左側の方程式の x と y にこれ全部代入してしまうと。そうすれば、こう一発でこれ、一個の連立一次方程式になるんじゃないかっていうふうに思えるわけですね。で、実際にそういう代入をやっています。そうしますと、こういう形に、式になりまして、で、まあ、これを解けば、一発でこの s とか t、ラージ x とかラージ y が出てくるっていうんですけれども、じゃあこれ、最終的にこれ、ラージ x とかラージ y について解くので、この左辺をラージ x とラージ y に関して整理してみましょうと。そうすると、こういう形になります。で、これを解けば、ラージ x とラージ y が出てくるんですが、その時の係数ですね、がちょうどうまい具合にですね、例えばこの、ここの ae プラス bg っていうのはどういうふうに、計算されたかっていうと、その最初の方程式の第1行の行ベクトルと、それから次の方程式の第1列の列ベクトルですね。この成分を1個ずつ順番にかけて加えていったものになってるんですね。で、他の成分についても同じような関係がちょっと全部成り立っていると思うので、全部確かめるのはちょっと今日今時間がないんで、これは残りはちょっと皆さんに確かめてみてください。だからこういう形で、その連立一次方程式をこう重ねて解くのに対応した、こういう係数の行列の積っていうのを定義することができるというわけです。まあ、ちょっと最初はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、だんだん計算していって、こう理解できると思います。ということで、まあ、これを使いまして、その一般の行列のですね、積を次のように定義します。教科書ですと、20ページですかね。20ページから21ページに書いてありますが、これ A を M 行 N 列の行列、それから B を N 行 N 列の行列とするときに、この A と B の積を C と書きますけれども、C のこれ I 行 K 列の成分ですね。これはどういうふうに定義するかっていうと、A の第 I 行と、それから、B の第 K 行っていうのを取ってきて、この成分をですね、この先頭の方から順番にこうかけて、加えていきます。で、そうしますと、これが実はその C の第 I 行系列の成分になると。こういう形でこう行列の積を定義します。
ちょっと今日はですね、これ以上詳しく触れるの時間がないので、詳しくはその演習などでいろいろ計算してみてください。で、この、行列の情報に関する定義注意点がいくつかあります。まずこの A をですね、M 行 N 列、それから B を K 行 L 列にした場合に、この A と B の積ですね、A×B っていうのは、この A の列の数 N と、それから B の行の数 K が等しいとき2倍のみ定義できます。で、逆に、A と B をひっくり返して B×A を定義しようと思ったら、これは、B の列の個数ですね、L、それから A の行の個数 M が等しい場合のみ定義できます。で、これ見てわかるように、まず A×B が定義できても、その B×A が定義できるとは限りません。それから、あと A×B と B×A が定義できてもですね、その両者が等しいとは限らないというのも注意が必要です。ちなみにこの AB イコール BA が成り立つときに、これは A と B は積に関して可感であるという言い方をします。で、また可感でないことを非可感という言い方もします。ということで、今の注意の例がですね、いくつか教科書にありますので、説明しておきます。これは21ページにある注意の例1です。A がこのような2行3列の行列、から B が3行3列の行列とします。で、A×B は定義されるかっていうと、これ定義されますね。A が3列、それから B が3行ですので、まあ、この A の列ベクトル、それから B の行ベクトルを取ってきて、こう、弦を一個一個かけていくことができます。ので、AB は定義できます。しかし、この場合 BA は定義できません。なんで定義できないか、ちょっと各自で考えてみてください。それからもう一つの例ですね。これは C がと D はどちらも2次の正方行列で、C と D がこういう行列の時です。で、これ実は正方行列ですので、CD も DC も定義はできます。計算はできます。ただし、CD を計算するとこういう行列で、DC を計算するとこういう行列で、まあ、CD はと DC は等しくないという例になっています。で、最後に、これは行列の積で0行列と単位行列に関する特例です。A が MN 行列のときに、これ、0行列や単位行列はこの A とこういう掛け算ができる行数や列の行列を持ってくるんですけれども、A に左や右から0行列をかければ0行列になりますし、それから A に左や右から単位行列をかけたものは A そのものになるということにも注意しておいてください。で、最後に、A のべき乗ですね。A の形乗というのを定義しておきますが、これは A を K 回かけた、K 個の A の積のことを A の形乗というふうに書きます。ということで、一応行列の情報については、こういったルールを基本的に使いますので、適宜演習などで復習しながら使えるようにしていってください。よろしいでしょうか。それでは今回の授業のまとめです。今回は複素数、それから N 個数ベクトルの導入を行いました。で、最後に行列の演算としまして、加法とスカラー倍、それから情報の定義まで行いました。で、次回の予定ですけれども、その行列の演算の続きで情報の続きの話をします。特に行列の積の結合法則や分配法則について説明をします。それからあと展示行列や特殊な行列について紹介をしまして、あと、行列のブロック分割について説明をします。教科書ですと、範囲ですと、これは第 1.6 節の行列のブロック分割まで進む予定ですので、各自予習をしておいてください。ということで、以上で今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした。